本当に嬉しく思っております。心からおかげを申し上げたいと思います。これから東映町花祭りが土曜日ごとに始まりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。今日はビッグゲストが来ていただきました。午後の日程を全て割いてですね、2時間半かけてここにお越しをいただきました。大村知事でございます。一度は東映町に行くよと約束をしていただいたんですが、おりましたが今日実現をいたしました。何も置いてここへ飛んで来ていただきましたので本当に嬉しく思っております。この東三河県庁ができます。この東三河が必ず素晴らしいところになると期待をいたしておるところでございます。どうか皆様方のご支援もご協力をよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。知事とお待たせいたします。皆さんこんにちは。今地元のですね、小林東映町長さんからご紹介をいただきました。愛知県知事の大村秀明です。今日はよろしくお願いします。こんな顔しております。よく最近テレビとかニュースとか出させていただいておりますが、ぜひお見知りおきをいただければというふうに思っております。今日はですね、今名古屋から、本当サラゲグリーンロードからですね、アスケの方を通ってこようかと思ったんですが、今日はコーラン家の辺がですね、紅葉で大渋滞だそうでございますので、それ避けて東名高速からですね、豊川で降りてダーッと今北上してきましたが、2時間ぐらいですね、2時間ぐらいでございますが、ちょっと乗り手があったかなと思いますが、今日はやってきました。小林町長さんからね、折に触れて、東映町のいろんなですね、産物とかね、こんないいものがありますとかね、いただいた折に必ず東映町にですね、お越しくださいとこういうふうに言われました。でそれもね、日を指定しましてね、11月3日にこの東映ドームで、この大きな大きなイベントがね、あると、花祭りのね、こうみんな上演もあるし、いろんなこの出し物もあるから11月3日の午後に来てくれってこう言われたんです。品質されてもなかなかちょっと大変だったんですが、そう言われましたから、今日はこれを最優先にいたしましてですね、あとはみんなパッパッとこう避けて、今日こちらにやってきました。私もね、三河の出身でございます。私はね、碧南なんですよ。で今安城に住んでおりますが、あの辺が北斗地なんで、三河でも一番南西部分とこの北東部でこう対極にありますけどね、そういう意味では同じ三河の人間として、この東映町をはじめ、この東三河、そしてこの奥三河のこのいろんなですね、風土、そして伝統、花祭りもはじめね、まさに愛知三河のふるさとというよりも日本のふるさとだというふうに思っておりますね。皆さんね、ありがとうございます。この日本のふるさと、東映町、そしてこの奥三河、この三河の山々をね、これからも次の世代のね、皆さんにしっかりと、引き継いでいきたいと思いますし、そのためにもね、この地域の発展のために、今度来年4月から東三河県庁という、県のね、大きなもう分身を作ってね、東三河を大きな、愛知の発展の柱として、持っていきたいというふうに思いますし、また来年のね、6月、7月ぐらいかな、第二東名高速道路がね、御殿場から3日まで160キロいっぺんに開通する。それに合わせて豊川からね、三上通って蓬莱町ぐらいまで行くね、三遠南信道路のね、高速道路もね、これもね、いっぺんに来年の夏で、7月に、ね、開通するんです。ですからそういう意味では本当にこれ便利になりますから、そういったことも含めてぜひね、この東三河、そして奥三河、造営町が、住みやすくて楽しくてね、皆さんの笑顔いっぱいの
楽しい地域になるように一生懸命頑張っていきたいというふうに思っております。まあ、まだまだいろいろね話したいことよくあるんですが、まあ、あんまり話しとっても力んどってもしょうがありませんので、このぐらいにいたしまして、私もね、ぜひ今日皆さんと一緒に、この東映ドームでこのイベントを大いに楽しませていただきたいと思います。どうかこれからもよろしくお願い申し上げて、ご挨拶といたします。これはですね、東映の眉花です。皆さんが眉で作られた花でございます。今頼まれまして眉です。ちょっとお礼を。これ眉で作ってるんですね。それはそれはありがとうございます。本当に綺麗なね、お花いただきました。本物かと思いましたかね。ありがとうございます。大事にさせていただきました。明日早速ね、知事室に飾っておきますから。ありがとうございました。次はですね、これ似顔絵です。伊藤スタジオさんが描いた山の絵描きというあそこの方がですね、似てますかね。手を振ってください。ありがとうございます。ちょっと太ってますかね。最近この間中心部にね、最近大村知事は愛知県の特産ばかり食べてね、秋なんて超える大村知事と書かれましたけども、美味しいものたくさん食べて頑張ります。ありがとうございました。まだありますので、すいません。これはですね、チェイスワードで作ったオニスターをチェイスワードでわざわざ作っていただきました。これもお届けいたします。これも素晴らしいです。最後にもう一つ、これはちょっと記者さん持っててください。最後はですね、これ私が知事に差し上げる都営庁代表として差し上げるものです。これはですね、頑張れ大村知事と、書いてあります。お届けいたしますので、どうか、愛知県では東民間のために頑張っていただきたい願いを込めてお願いをいたします。ここに書いてありますので。いや、本当ありがとうございます。素晴らしいな。なんかいっぺんに地質に飾るのが要件できましたね。明日からしっかり全部飾っておきます。ありがとうございました。